はい、それでは 12AU7 シングル DC アンプの制作第4回目スタートしたいと思います。今回はですね、部品の取り付けの工程をご覧いただきます。ドライバー、ソケットレンチ、こういった工具ですとか、ハンダゴテ、こういったものを使って部品を取り付けていくわけなんですけれども、今回はですね、非常に小さなケースの中に収めていくことになりますので、いかに配線をですね、短く無駄な配線を取り除いてコンパクトにしていくかというところが一番苦労しました。それからですね、コンパクトなケースに収めますので、いろいろこうノイズがですね、信号に乗ってしまう可能性もありますので、この青囲みで囲ったところですけれども、入力信号がですね、最初の真空管に届くまではですね、シールド線というものを使って、若干ノイズ対策というのも行っております。はい、それでは、作業の様子ご覧ください。はい、それではこれから部品を取り付けていこうと思うんですけれども、部品を取り付けてしまってですね、あとはすごくこう狭いところで作業効率が悪くなったりする可能性もありますので、部品を付けつつ、それからどこかに配線をしなければいけない場合は、配線材も先にちょっと長めにですね、取ってハンダ付けしつつということで、部品の組み付けとハンダ付けを並行して進めていきたいと思います。はい、まずですね、設計がちゃんとできているのかということを確認するために、つなぐだけつないでみました。でですね、期待通りには動いているような感じでですね、それから電源トランスから出たところで電圧を降下させるための抵抗の値、これもいろいろ試した結果、5kΩ、ちょっともったいないですけどね、5kΩの抵抗を挟むと超導全体がうまく狙い通りに動くというところまで分かりました。さらにですね、実はもうスピーカーもつないで音を聞いてしまいまして、長谷広オーディオさんのですね、バックロードホーンをつないで、ラリー・カールトン先生のルーム335を聞いてみたんですけれども、いや、これが 0.3 ワットかと、小型アンプ、低出力アンプかというぐらいですね、迫力のある音が出ていまして、出音の良さに関してはもう非常に自分の中では期待が高まっています。あとはこの、スパゲッティのようになってしまった配線をですね、うまく整理してケースの中に収めていくところになりますんで、これからですね、いろいろこうパズルのように試行錯誤しながら、うまくケースの中に収めて、再度最後のサウンドチェックに行きたいと思います。はい、部品の取り付けが完了しました。結論としてですね、入りましたとお伝えしていいのか、入りませんでしたとお伝えしていいのか、ちょっと非常にもう悩ましい状況ですね。ご覧いただいている通りですね、蓋が閉じられて、ちゃんとビスも止められているので、蓋は閉じているんですけれども、ここに開いてる穴がありますけれども、これはですね、出力トランスの固定のためのビスを通す穴なんですけれども、これがですね、ここにビスを刺すと、蓋が閉じられなくなってしまうと。それからですね、ここですね、ここご覧いただけますかね、ここの穴は、チョークコイル、を固定するためのビスのための穴なんですけれども、やはりここもビスを刺してしまうと、入らなくなってしまうということで、現在は両面テープで固定するという運用になっています。ですので、非常になんて言うんでしょうね、安定運用と言えるかというと、なかなか難しい状況と。入るには入ったんですけれども、これをですね、皆様にお勧めできるかというと、ちょっとどうかなという感じでございます。なので、しばらく使ってみてですね、そういう安定性とかっていうところはまた改めてお伝えしていきたいなというふうに思います。